こんにちは、元モノマネ芸人の岡本麻里です。今日は私のコスメ収納をご紹介したいと思います。すごいプチプラでできています。それでは早速動画スタート。はい、こんな感じで収納しています。ここがですね、いつも YouTube 撮影している場所です。で、ここにスキンケアだったりコスメがざーっと置いてあります。早速見てみます。こっちがリップエリアで、こうやってそれですと、これはキャンメイクとかセザンヌの、もう今売ってないものですね。切れちゃった品番のものが入っています。こんな感じで、今は取り扱っていないやつが入っています、ここに。で、これとかはね、なくなっちゃった、使い切っちゃったんですけど、なんか今後何かで紹介するときっていうか、覚えておきたいので取ってあります。ここは、私が過去にプロデュースしたこういうグロスとか、まあ、いろんなブランド、これはエスプリークとか、これはコフレドールとかが入っています。ここにはケイトのリップが入っています。でも、ここはレブロン、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 そしてここはエトゥセのグロスですね。で、この上は韓国系のグロス、意外に少ないですね。上はこれ中国コスメと、あとマットリップが入っています。一応分けているんですよね。この上がリップクリーム系が入っていますね。リップクリームなんですけど、色付き系。これは光源堂とか DHC とか、まあ、いろんなのが入っています。で、この下がマキシマイザーだっけ？リップの美容液系とリップコートが入っています。で、上の方はこれイプサが入っていて、この下がエトボスかな？エトボスとボーティドゥサイのグロスとかリップ。ここの下が光源堂のリップグロスが入っています。こっからはキャンメイクとセザンヌですね。キャンメイクのがザーッとここに入っています。こんな感じで。ここはセザンヌですね。結構リップケアレビューするので、ほぼ全色とかが入ってるのかな。スイーツも入っています。はい、次行きます。こっちはですね、下からマスカラが入っていますね。入ってるのはこんな感じでキャンメイクとかエトゥセです。結構プチプラ多いです。エトボスとイプサのパレットが入っています。この絵は韓国系ですね。韓国系のラメが入っています。この絵も韓国系かな。韓国系とこういうスティック状のものとビセとかリンメルの単色系のものはここに収納しています。これはセザンヌのシングルカラー全色。これもね、レビューしようと思って全色集めました。で、これもセザンヌのレビューしようと思って全部集めたパレットです。で、その上もセザンヌですね。これもレビューしようと思って全色。で、この絵はキャンメイクとセザンヌめっちゃ持っているんですよ。やっぱ C チャンネルやってた時に若い層を見ているので、キャンメとかセザンヌ増えました。30なんですけどね、私は。もうほんとこういうのもね、使えますね。キャンメイクアラサーでも優秀。この絵はマルチアイズマット系のキャンメイクのパレット。で、その上がスイーツですね。これが涙袋パレットなんですけど、スイーツのものが入っています。上はこれ結構古いもの、インテグレートとかドドとかビセのね、ものとかレブロンとかが入っています。ここを紹介しました。この隣はですね、マスカラ、アイブロウコート。あ、その上もね、眉マスカラとかですね、入っています。この上がアイライナー系、キャンメイクが多いかな。あ、この上もキャンメイク系のものがざっと入っています。ちょっとここら辺整理できてなかった。これは韓国系のアイライナーが入っています。これはカラーのアイライナーですね。上も全色。そしてこっちがお仕事で使ったものですね。ビセとかの。カラーのアイライナーがここら辺にドンと入ってるのかな。この絵はですね、チークに入ります。セザンヌのナチュラルチークシリーズも結構いろいろ集めています。で、その絵はキャンメイク。キャンメイクとセザンヌも入っていますね。で、その絵がクリームチークだ。キャンメイクのクリームチークが入っています。で、その上がスイーツとか、ビセットのクリームとか、チフレ。で、その上が、あ、これもセザン、ここはハイライトかな。ハイライトとシェーディング、スイーツにキャンメイクにセザンヌとかの
入っています。上いきます。上がここがね、今からこれがね香水系、スティックの香水。こっちがアディクションとイブサンローラーの個人的に買ったやつかな。でビューラーが入って、ここはサンプルが入っています。ヘアピンとかですね。でここのねポーチは普段メイクに使うものがざっと入っています。これを持ってプラス今日のリップとかアイシャドウとか入れてお出かけできるように。これはブラシの掃除用の缶です。でこっちは多色系のパレットです。バビメルとかクリオとかが多いかな。でこれはコフレドールの限定のカラー。これもセレフィットの給食パレットかな。で日焼け止めがあります。でここにティッシュをかけました。これ でこの下がハンドクリームとかが入っています。でこの下に行きたいと思います。じゃじゃん、ウェットティッシュとカラコン。そしてこの下は本当は本を収納するケースなんですけど、フェイスパウダーやこういうハイライトとかマックのチークとかが入っています。その隣がこれも100均の区切りで CC クリームとかスティックファンデとか、これはコンシーラーですね。こここれも化粧下地とかが入っています。あの上の引き出しに入れないもの、化粧下地系とかファンデーションですね。で奥にもあります。毛穴コンシーラーとかミストですね。ミストが入っています。とオイルとか。その奥にあるのがキャンメイクの限定の箱ですね。こうやって収納しています。カラーボックスですね。これを縦に使っています。はい、隣はこういう引き、これはセリアで買った引き出しで、こうやってフェイスクリームが今入っあったり、綿棒だったりブラシで、ここはスポンジが入っています。でこれは何だろう、あこれね綿棒が入ってましたね。でこれはケースの中にはネイルが入っています。これはダイソーか無印かな。はい、隣行きます。ここはスキンケアがね一部、まあ、仕事部屋で使う用のスキンケアが入っていたり、パック類、パックが入っています。これは炭酸パックのケース。疲れた時に癒されたいので LTK ザビューティーやアットコスメ。はい、でまだあります。こちらチラン、この映ってるかな、この中には100均のものが、これはユアグラム、ユアグラムだったり、ユアグラムのリップだけとか、ダイソーのユアグラムじゃないブランドのリップが入っていたり、これはキャンドゥとかセリアのコスメが入っています。ユアグラム以外のコスメが入っています。100均コスメ、本当 C チャンネルをやってるので、そういうレビュー用で全部買いました。集めましたね。2年ぐらいでこんな溜まりました。はい、こんな感じでコスメ収納をご紹介しました。もうほぼ100均ですね。っていう感じで、岡本まりの YouTube チャンネル登録まだの方、よろしければお願いします。グッドボタンも良かったと思ったらお願いします。Instagram もやっています。今日紹介したコスメ、まりおすすめコスメで検索したら結構出てくると思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。